ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙。学生の頃って何の科目が得意だったのかしら？霊夢、急にどうしたんだ？さっきテレビで学園もののドラマをやっていたのよ。霊夢が好きそうだな。だってイケメンがいっぱい出てたのよ。私が好きだったのはやっぱり体育だな。中でもサッカーは得意だぜ。魔理沙、サッカーが得意だなんて初耳だわ。ところで霊夢の得意科目は何だったんだ？そうねえ、音楽かしら？霊夢は何か楽器ができるのか？楽器じゃなくて歌う方よ。今でもカラオケが大好きだもの。得意なのよ。そうなのか。それじゃあ霊夢の美声を聞かせてもらうとしようかな。どういうことかしら？なんだか嫌な予感が。じゃあ今回は本当にあった恐怖の心霊写真9選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。小学校の運動会での玉入れの様子を収めた一枚だ。体操服を見る限り結構昔の写真っぽいな。そうね、女の子が短いズボン履いてるし男の子のズボンも白だものね。最近じゃ白いズボンなかなか見かけないわ。霊夢の頃はブルマだったのか？あら魔理沙ってば失礼しちゃうわ。私の頃は普通にハーフズボンだったわよ。そうか。ところでこの写真だがたくさんの人が見守る中、校庭に不気味な霊体が現れているんだ。霊夢にわかるか？探してみろ。この写真じゃよく見えないわね。どこかしら？画面中央で棒を支えてる赤い帽子の生徒の やや左を見てくれ。何かが見えるだろ？黄色いボールの下あたりかしら？そうだな、もう少しだけ左だな。あら？もしかしたら、あれかしら？上半身を失った霊が走ってないか？確かに走ってるように見えるわね。下半身しかないもの。かつてこの学校で何らかの要因で命を落とした生徒の霊かもな。生徒たちが楽しそうにしてるからついつい出てきたんだと思うぞ。きっと体育が好きな生徒だったのかな？この霊もみんなと運動会に参加したかったんでしょうね。競技中の生徒たちに混じりたがってるように見えるな。実際に投稿者の他にも何人も見たらしいぜ。みんな驚いたでしょうね。上半身がないんだもの。二つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。この写真も学校みたいだな。やっぱり学校って霊が出やすいのかしら？学校に霊が出るのは昔からよく聞く話だからな。小学生の頃、夏休みに学校で肝試ししたのを思い出すわ。保護者がお化けになって驚かされるんだけど、夜だったからとても怖かったのよ。なかなか楽しそうな学校だな。準備する保護者は大変そうだけど。今じゃいい思い出ね。楽しかったわ。ところで霊夢、写真の話を進めてもいいか？話の途中だったわね。サイト上ではビーカーの中には鳥とおぼしきものが入っており、何らかの実験を行っていたのだろう。といった情報があるんだが、これはどう見てもエビじゃないか？私もエビにしか見えないわ。お弁当のおかずに茹でてるんじゃないかしら？それはそれで怖いけどな。まあ美味しそうには見えないわね。画面の左奥に開いているドアがあるだろう？懐かしい教室のドアみたいね。ドアの向こう側にある廊下の壁に佇む霊がいるんだが、見えるか？よくわからないわね。もう少しアップにしてもらえるかしら？これでどうだ？丸坊主に刈り上げたこの霊は学校に居座っている霊だと思うんだが、どちらにせよ怖いぜ。確かに、下を向いてる坊主頭の男の子が見えるわ。ちょっと可愛いわね。これを可愛いと思うんだな。この学校は川沿いに建てられていて、近くでは身元不明の変死が発見される事件が何度か起きている、と投稿者は言ってるぜ。この霊もそういった無残な終わり方をしてしまったのかしら？まだ小さい子供のように見えるんだけど、そうだとしたらかわいそうだわ。三つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。学校の校舎内で撮ったスナップ写真だ。男子校なのかしら？それにしても質素な教室だわね。本当だな。カーテンもないのね。写真の右奥を見ると窓に浮かび上がった霊の姿があると思うんだが、わかるか？そうね、なんか赤っぽい色はわかるんだけど、なんだろう？赤く見えるのは白いワンピースを着た女の子の腕だと思うんだ。確かに、言われてみたら女の子の腕だわ。どうやらこれは子供の霊みたいだな。もしかすると写真を撮った生徒を含めた4人のうちの誰かに取り付いている霊かもしれないぜ。取り付いてるなんて怖いわ。これは結構はっきりと見えてるわよ。女の子が。はっきりと見えるよな。投稿者はこの霊による悪影響を心配しているようだが、霊の表情は比較的穏やかで強い霊障はないと考えられてるぜ。よかったわね。だが突如として悪霊になる場合もあるらしいから、要注意だな。突如って、先に言っといてくれないとやばいじゃない。お願いだから悪霊になんてならないであげて。四つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。コンサートでの写真だ。みんな小学生くらいだな。みんな楽器を持ってるわね。コンサートが終わった後の集合写真かしら？出番が終わってほっとしているところかもしれないわね。
バイオリンやトランペットを持ってるな。この写真は投稿者が参加したコンサートでの写真だぜ。投稿者さんは楽器を習っていたのね。コンサートに参加できるなんて上手だったのね。素敵だわ。それじゃあ画面中央の座ってる女性に注目してみてくれ。この女性は先生なのかしら？真ん中に座ってるからそうかもしれないな。もしくは指揮をしていたのかもな。誰かのお母さん、なんてことはないわよね。誰かのお母さんかどうかまではわからないんだが、その女性の左膝に霊が現れてるのがわかるか？ただ膝に光が当たってるだけのような気がするんだけど。実はこれは光色な霊が起こした現象らしいぞ。霊なのに光色って何よ？ちょっとどんな霊なのよ。まあまあ霊夢落ち着いてくれ。霊はこの女性のことを気に入ったらしいぞ。近くでずっと女性のことを観察しているんだ。霊夢も気に入ってほしいか？いや、光色な霊に好かれても嬉しくないわね。お断りだわ。5つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。完成して間もない国際空港で見学の際に撮られた記念写真らしいぞ。白黒写真ってことはかなり前に撮られた写真ね。いつ頃なのかしら？そうだな、詳しくはわからないが後ろに写ってる飛行機もかなり古そうだしな。みんなが着てる服も時代を感じるぜ。本当ね、とっても懐かしい感じがする服装だわ。この整列している生徒たちの中に霊が紛れ込んでいるんだぜ。これなら霊夢でもわかるだろう？今探してるからちょっと待っててね。どこかしら？なかなか見つけられないわね。画面の左端に立っている教師らしき男性がいるだろう？スーツを着ている男性でしょう？男性の少し右あたりにこっちを見つめる霊がいるぞ。子供の霊がフェンスの奥から顔を突き出してるんだ。いたわ。これはかなり見えてるけど生徒がふざけてるだけとか。いや、この霊はかなり強い霊力を持った自爆霊だぜ。自爆霊って本当にいるのね。ここでは当時、空港建設計画に関して大きな反対運動が起きていたらしいんだ。結局計画は押し切られて空港が建設されたが、その際に何人かの犠牲者を出してしまったみたいだ。犠牲者って？反対運動で命を落とした人がいたのかしら？多分そうなんだろうな。この霊がその時の犠牲者によるものなのかは分かってないが、空港建設に対してよく思っていないのであろうと思われる強い視線だな。どこを見てるのかしらね。もしかしたら仲間に入りたかったとか。6つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。投稿者がとあるアマチュアバンドを写した一枚だ。かっこいいわね。私もバンドやってみたかったのよ。大きなステージに立ってみたかったわ。憧れちゃう。霊夢はバンドに憧れてたのか。何か楽器ができるのか？ベースとかドラムとか。マリサ何を言ってるのよ。さっき得意科目は音楽って教えてあげたじゃないのよ。でも楽器はできないからボーカルね。私の美声をお聞かせしたいわ。霊夢の美声はいつか聞かせてもらうとして、右上にあるライトあたりを見てくれ。何か見えるだろ？そうね、何か見えちゃってるような。でもライトのせいだったりして。ライトは関係なさそうだぜ。無数の顔が見えないか？大勢のおば様が見えてるわね。これはこの土地にとどまり続けている霊の姿らしいぞ。投稿者によると昔この土地には無縁仏を安置する墓地があったそうだぜ。今はライブハウスが建ってる土地が昔とはいえ墓地だったのね。写真のおば様たちはきっと楽しくなって出てきちゃったんじゃないかしら？そうだといいな。だがもしかすると供養されずに今なお彷徨い続ける霊たちが、こうして現れ出てきたのかもしれないぞ。おば様たち穏やかな感じがするんだけど、お友達だったのかしら？ライブハウスで楽しんで満足したら、みんな一緒に成仏できたらいいわね。そうだよな。本当に霊夢の言う通りだぜ。向こうでも仲良くしてほしいな。7つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。投稿者が携帯電話で撮影した一枚だ。携帯電話ってことは割と最近の写真なのかしら？そうだな、自動販売機やママチャリを見る感じではそうなのかもな。投稿者はこの時、関東郊外をドライブ中に何気なく外の景色を撮影していたそうだ。デート中だったのかしら？いや、デート中に相手をほったらかしにして撮影はさすがに失礼じゃないか？破局が近かったのかもよ。画面の左側にある建物の壁あたりに、巨大な顔のようなものが映り込んでるんだ。さすがに私でもすぐに気がついたわ。女性っぽいわね。霊夢がすぐに気づくレベルなら誰でも気がつくな。だってマークされてるんですもの。そうだな。これはこの建物に関係する女性の霊と思われるぞ。またこれは生前の女性の全身像と、亡命後の顔が二重写しのように撮影されている非常に珍しい写真なんだぜ。あれれ？二重ってどこに写ってるの？これでわかるか？うん。今回は難しいわね。マークがいまいちなのかしら？もう少しわかりやすい写真はないの？これでどうだ？赤色の線の内側に鼻と口があるんだが、そしてその上には両目が映ってるんだ。すごいのが見えちゃいました。どうだ、すごいだろ？この霊の強い思いがこうして現れたと思われるぜ。確かにものすごく強そうな霊だわ。だって二重だもの。
投稿者によるとなぜこんな変哲のない風景を撮影してしまったのか全く覚えてないらしいぜ。え、そうなの？全く覚えてないだなんてある意味そっちの方が怖いんですけど。だよな。もしかしたらこの霊が存在に気づいて欲しくてこの写真を撮らせたのかもしれないな。そんなの迷惑だわ。投稿者も怖い思いをしてしまったのよ。八つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。家族が家の中で撮影した一枚だ。写真に日付があるわね。1994年みたいだわ。子供たちは夏休みの宿題でもしてるのかしら？後ろに立ってるお父さんは子供たちがサボらないように監視してたりしてな。そういえば夏休みって宿題が多かったわよね。霊夢は夏休みの最後の日に溜まった宿題をやってそうだよな。そうね、いつも間に合わなかったわね。今回は画面の右上にある食器棚と思われる曇りガラスに、女性の顔らしきものが映り込んでいるんだがこれは霊夢にもわかりそうだな。さすがにこれだけ場数を踏めば霊を探すのは簡単だわ。そうねー、見つけた。わかったわ。写真の右下にあるなんとも懐かしい香りがする室内温度計。その上に見えてるわよ。霊夢正解だ。霊探しが上達したようだな。やったな。まあね、別に上達したくはないけど。この霊はこの家族を守っているご先祖様の霊の姿で、記念写真の際にたまたま映り込んでしまったものだろうと思われるんだ。たまたまでも怖いんだから、やめてほしいわね。ご先祖様は大事にしないとダメだぜ。今度お墓参りに行こうかしら。だけど本当に怖いのはやめてほしいものだな。でもこの写真は持っていても何ら害はないらしいぞ。いくら害がなくても持っていられないわよ。怖いじゃないの。むしろこの霊はこの家族に、近い将来何かしらの不幸が訪れることを訴えようとしているらしいんだ。訴えるってどうやって教えてあげるつもりなのかしら？霊って喋れないわよね？まさか文字が書けるとかなのかしら？多分文字は書けないと思うぞ。そうよねー、手がない霊だっているものね。ちなみにこの家族がその後どうなったのかはわからないみたいだな。何かしらの不幸が訪れたってことなのかしら？9つ目に紹介する心霊写真はこれだぜ。ついにこれで最後になるぞ。この写真は関東近郊のとある神社で撮影された一枚だ。後ろに朱色の鳥居のようなものが見えてるわ。世界遺産の厳島神社や縁結びの出雲大社。荘厳で素敵なのよね、行ってみたいわ。忘れてるのか？霊夢は巫女だろう。大丈夫なのか？そういえばそうだったわね。投稿者によるとこの神社の狛犬が置かれている台座の部分には、なぜか無数の子供のものと思われる手形が残されているらしいぞ。それってよくあるセメントが乾く前に触っちゃった、じゃないの？違うと思うぞ。それを珍しく思った投稿者は何気なく携帯電話を取り出して撮影したらしいな。確かに珍しいわよね。こんなにはっきりベタベタと。この写真を見て霊夢は何か気づいたことはないかな？そうねえ、やっぱりさっきの子供の手形しかわからないわね。霊夢には無理だったか。よく見てくれ。画面の右下の台座の部分だが変な形をしてないか？確かに言われてみたらおかしな石があるわね。一つだけ他の石と違って四角くないわよ。そうなんだ。そのおかしな石には、台座の部分からはっきりと子供と思われる横顔が現れているんだぜ。そうね。子供の横顔に見えちゃうわね。この時周りには子供などはいなかったらしいぜ。まあ人間の肌の色には見えないけどな。どう考えても霊なのね。そうみたいだな。この霊はこの場所に強い執着を持つ子供の霊であると思われるぜ。子供たちの手形に子供の横顔って、この神社大丈夫なのかしら？霊夢なんとかしてやってくれ。私が？私は修行不足につき。そうだったな。もしかしたらこの狛犬の台座に残されている無数の子供の手形と何か関係があるのかもしれないな。絶対に関係ありそうよ。ということで本当にあった恐怖の心霊写真9000を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。